はい、皆さんこんにちは。コロナの影響であまり外に出られませんが、皆さんお元気でしょうか。ですね、今日は私の大好きなオリエントのオリエントサンシャインですね。それの簡単にレビューしたいと思います。この 3機種ですね、全部同じタイプなんですね。で、私がこれを手にしたのは、先日もお話しした通りなんですけれども、小学校6年の時にこれのちょっと違うクロノグラフがついてないモデルが、この下の方にこの太陽電池がついたタイプが平塚で一目で見て欲しいなと思いまして、で親父にこれ買ってくれないって、めったに買ってくれないって言わないんですけれども、私はこれ欲しいんだけどって言ったらですね、そのうちなみたいな感じで濁されて、帰ってきました。で、中学に上がるときにこれを、親戚のおばから、ガソリンスタンドの、社長やってましたんで、当時にしては旦那さんの方がですね、おじさんが社長で、おばさんが副社長というような形でやってまして、おばさんの財布の中にはいつもですね10万円入ってました。私が小学校6年の時に10万円入ってたんで、すごかったなと思ったんですけれども、そのおばさんに買ってもらったものです。残念ながらですね、これ裏蓋開けて頑張ってみたんですけれども、もうつくことはなかったですね。再生することはなかったです。ですので、これはもう残念ながら使い物にならなくなったんです。で、それでですね、ちょっとやっぱりこういう形のやつがですね好きなんで、ちょっと探してみました。これはですね、もう売るのはほとんど一文にもならないような感じなんですけれども、ただですね、新品が出てきまして、新品がこれですね、これが出てきたんですね。メルカリにですね、1万5000円でした。それでですね、この新品が出てきまして、これですね、もうバッチリ上にサンシャインがついてまして、はい、太陽電池ですね。で、バッチリ動いてます。で、これはですね、やっぱり裏がですね、電池の部分がこうなってます。全くこれと一緒の構造ですね。はい、全くこれと一緒の構造だったんで、落としましたと言いますか、買いました。で、これに付属していた、ケースがですね、社外品なんですけれども、これが付いてまして、で、この中に入ってまして、当時の取説とですね、あとプライスタグ、2万5000円というプライスタグが付いてました。で、これはですね、先ほども言いました通りメルカリで買いました。それでですね、その後に、これがですね、eBay で売られていまして、eBay で売られてまして、これもちょっと欲しいなと思いまして、これ中古だったんですけども、9600円だったかな、日本円にして。はい。で、送料も合わせて1万2000円ぐらいでしたので、ついでにこれも買ってしまいました。1万2000円だったらね、GA2100 の黄色かなんか、ね、買っとけばいいんですけれども、
いや、私どうしてもね、こういうのが好きなんですよね。ここのね、太陽電池、いかにもっていうね。今のタフソーラなんかはこんなような感じじゃなくて、ね、デザインの中に溶け込ませたような形の太陽電池を取り入れてますけれども、こういうのが私好きなんですよね。で、一応これはですね、過充電防止っていうのが、まあ、回路の中に入っているんですけれども、まあ、充電式の電池じゃないわけなんですよ。ですから、今入ってるのはですね、この充電式 の, あの電池っていうのが、まあ、これボタン電池みたいなんですけど、湯浅の二次電池で、がもともと入ってまして、でもう生産中止になってしまったんで、今はですね、もし欲しい方がいらっしゃったら、買った時に、参考にしていただきたいんですが、これはですね、レナータの、393という型番のものです。これがですね、バッチリ入って動きますので、これを入れてみてください。もし、こういうのが、なんて言うんでしょう、共鳴して、共感していただける方は、これで動きますので。で、一応ね、この電池は、充電電池じゃないので、なるべく太陽に当てない方がいいと思います。仮に多分 AD 変換して、まあ、電位が下がった時に充電するという方式を取ってると思うんですけれども、充電された時にですね、これ充電電池じゃないので、ちょっと私もどうなるかわからないですから、なんかね、パーンと行っちゃっても困るし、ですからなるべく夏場なんかも外につけて歩かない方がいいと思いますね。これ袖の下に潜めてつけていた方がいいと思います。で、これ夜光なんですけれども、これもなんですけれども、ボタン、ここが、豆球ですね。豆球がつくわけなんですけれども、ちょっとつけてみます。どんだけ視認性が悪いかというところなんですけども、こうですね、昔の G-SHOCK の古いやつっていう感じです。で、あと、モード切り替えがここになってまして、こうするとストップウォッチなんですね。で、この次がですね、うるう年で、で、これが曜日を変えるところです。で、ここは日にちを変えるところで、モードになってます。で、これは、分ですね。何分っていうところですね。で、これでまたストップウォッチに戻るわけです。ストップウォッチのスタート方法は、この真ん中のボタンです。この真ん中のボタンでストップウォッチが作動します。押してみます。ストップウォッチを置きます。7、8。一見秒数だけかと思うんですが、これを、ストップさせます。18秒08と、一応100分の1秒まで、できるということですね。で、これはここでリセットで、ライトのところで元のモードに戻っちゃいます。はい、こういう仕様です。簡単な仕様ですね。で、アラームもありません。この時代の1978年製のものですね。私はデザイン的にはですね、こちらのがケースはカクカクしてて好きなんですけれども、で、この三連ベルトですね、当時の、これも当時のもの、よくこんだけ綺麗に残ってたなと思うんですけれども、私ね、これ大好きなんで、よかったです。これ日本手に入って、これレナタの393ですか、393だったかな、ちょっと待ってください。
そうですね、レタナの3級さん、取り寄せて電池が切れたらまたつけようと思っています。裏蓋一応開けられますので、ただのこう蓋になってるんで、簡単にパカッと開けられますので、それで使っていきたいと思います。こっちがね、非常に精度がいいんです。もうね、クロック周波数がもうバッチリセンターに合ってるっていうぐらい合ってるんですね。全然誤差がなくて、でこっちがもう遅れ気味のものですね、はい、分すら変わんないですけれども、ちょっと遅れてます。で、あとはですね、これ2つとも非防水ですね。はい、で1978年製なんで、これ電子回路を知ってる方だったらよく分かってると思うんですけれども、トランジスタ、トランジスタロジックだと TTL だと思ってたんですね。だけどもこれメーカーさんに聞きましたら、これCMOS っていう省電力のプロセッサーが入ってるそうで、電池持ちも非常にいいということで言われました。でメーカーさんの方もが逆に今何の電池入れていいかっていうのことが全くわからなかったみたいで、私はこれを売ってくれた方に教えてもらったんですけれども、この電池がいいよということで、スイス製の電池なんですけれども、早速入れました。こういうものを、でこっちの青のがちょっと濃くてこっちが好きなんですけれども、まあ、家内にしたら、これが うざったいということで 1,2,3 これライトの L って書いたんですけど、こっちの方がかっこいいと。で、この次に一番かっこいいのはこれじゃないかということで言われたんですけども、これもうちょっと動かないん で、でその次にこれがかっこいいと、でこれが一番かっこ悪いって言われまして、僕これが結構気に入ってるんですけれども、でもするんだったらこっちですね。やっぱり精度もいいし、はい、腕にもよく馴染みます。まあこんな感じになるわけですけれども、非常にこの青が映えていいですね。僕本当にこういうの大好きなんですよ。オリオントクォーツのね、これが大好きで、なかなか出てこなくて、で前もちょっとお話ししましたけれども、去年の暮れヤフオクに一斉になんか出てきまして、でその時に、7000円とかそのぐらいで新品が落ちてましたね、なんでその時気づいてればなと思ったんですけれども、時はすでに遅しでですけれども、この2本購入できたということで、私は大満足しております。今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。それではまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。